始まりましたアプカミ。今回のお相手はアンジュルムの上国領萌とビヨンズシーズニングスの里吉宇です。はい、この番組はアップフロントグループに所属する様々なアーティストの制作の裏側に迫っていく番組です。私たちのレコーディングやリハーサルなど制作の過程をお届けしていきます。さあ、それではまず MC2 人の裏側について迫っていこうと思います。はい、まず私上国領はですね、あのアンジュルムとしては新メンバー、下板由紀穂ちゃんと後藤花ちゃんを加えた51人体制のリハーサルが始まったんですよ。はい、2人と会ったのはまだもう5回目ぐらいだったんですけど、なんか本当に空気がずっと明るくって、もうなんかキラキラしてるんですね。で、もう2人もこう曲参加して緊張すると思うんですけども、一生懸命頑張ってて、なんか本当にアンジュルムってもともと明るいんですけど、その明るさがまたなんか一段とレベルアップしたなってすごく感じてます。はい、その後輩のりんちゃん、橋迫りんちゃんとか以降のメンバーも積極的にこう仲良くなってて、なんかまたこれからのアンジュルムがすごい楽しみだなって思いました。はい、ビヨンズはまだ新メンバーを迎えるっていう経験がないので。そうだよね。はい、なかなかあのそういう雰囲気をすごくこう新鮮に素敵だなと思って、はい、なんかもう新メンバーも約1年半ぶりぐらいだったので、その感覚も久々だったなって感じでしたね。はい、夏ツアーとっても楽しみです。はい、頑張ります。はい、私里吉はですね、あの5月に、日本武道館公演があったりも、はい、したので、5月だけでデビューシングルのメガネの男の子を4パターン、すごいよねやったんです。春ツアーで2パターンと、はいはいはい、オリジナルバージョンと武道館バージョンっていう4パターンがあったんですけど、全部がパラレルワールドっていう設定だったので、同じ人なんですけど、なんか仲良くしてる子が違ったり、性格が違ったりしたっていう違いがあって、でも最初台本もらった時はもうどうしようと思って。大変じゃないの、覚えるの4パターンも。結構不安だったんですけど、その全部が違う性格だなって思った瞬間に、なんかできるかもと思って、すごい結構違う感覚でやったりとか、はいはいはい、でも結構楽屋で直前にみんなでセリフを合わせたりとかして、みんなで一生懸命4パターンやりきりました。やっぱそれってメンバーがこう入れ替わりがない美容だからこそできるなって、あでもそうすごい思いますね。私もアンジュでなんか入れ替わりとかやってみたいですね。見てみたいです、曲によってね。はい、いろいろできたらいいなと思います。はい、それでは今回のアプカミ、まずはこちらから。ジュースジュースプライドブライトミュージックビデオ撮影メイキング、7月12日リリースになりました。ジュースジュースの最新シングルからプライドブライトのミュージックビデオ撮影の様子をご覧ください。コーラスとか撮ったりしたんだよね。確かに撮った、ね、だからコーラスにも注目して聴いてください。バイバイ。強い女です、今日は。プライドブライトはすごく女性的な歌詞っていうか、そういう感じなので、弱いけど強いみたいな感じの曲なので、それをどうやって表現しようかなって今ずっと考えてる最中です。今リップシーン撮り終えてきたんですけども、なんかやっぱりちょっと歌詞が難しいので、まあ、女の子の複雑な心境だったりとか、
ちょっと強気だけど結構弱い女の子なので、それを表現できたらいいなと思いつつ、まあ、表情だけで見せるってすごく難しいんですけど、いろいろこう今日一日トライしながら頑張っていきたいなと思います。カメラマンっていいって動くなんですけど、そこを早回しでキュッてやるつもりなので、なんでちょっと音がダブったような感じで、これからちょっと私は見たことのない部屋に行くんですよ。今回はマネキンがいっぱいいるっていう風に聞いて、でここのスタジオに入る前に用意されてたマネキンたちを見たんですけれども、結構たくさんのマネキン様たちがいらっしゃったので、ちょっと今からの出演も楽しみです。しゃがむシーンがあるので、そこがやっぱり今までしたことない感じの動きだったりとか、うん、今までのやつとちょっと違った激しさがある曲だと思うので、ちょっと難しいなって思います、うん、しかもなんかこのセットもすごいマネキンがたくさんいて、ライトもおしゃれでっていうね、またまた新鮮な感じですね。楽しいですか？はい、あ、よかったです。ありがとうございます。
れ様でした。ということで、ミュージックビデオ撮影ということでですね、もう本当にワクワクっていう感じで、今回もすごく一日が濃いなっていうふうに思っていたんですけども、もう全力ダンス、もう何回でも全力ダンスをして本気を出して、先生もなんか一番いいものを使いたいっていう情熱があって、あのかっこよく踊らせていただくことにみんな熱を持っていた感じなんですけども、なんか振り付けとかでも結構ちょっとねっとり、なんかちょっと怖いみたいな、女の人怖いかもちょっとって思うけど、なんかあっさりした中にあるなんか女性らしさみたいなのがたくさんあるなって私は感じたので、なんかそういう力強さ、粘っこさみたいなのを出せたんじゃないかなと思います。まあ、曲はね、捉え方それぞれだと思いますので、皆さんにどういう反応してもらえるか今からすごくすごく楽しみでございます。そして個人的にはこういう感じで、あの髪の毛とかもいつもとは違う、ストレートヘアとは違う新鮮な感じにしていただいたので、また新しい感じをみんなにね、みんな一人一人に見つけ出してもらえるんじゃないかなと思っています。楽しみにしててね、私も楽しみ。じゃあね。はい、見ましたけどどうでした？いや、そうですね、うん、なんかもうリップシーンから、うん、もうなんか最近入った石山さくらちゃんとか遠藤あかりちゃんとかも含めて、はいはいはい、なんかこうスイッチが入るというか、ね、表情とかね、はい、ジュースジュースさんのこう雰囲気というか、うんうんうん、カラーがすごくこう一人一人もうリップシーンから出てたのが、うん、素敵だなと思って見てました、はい、私もなんかこうすごいジュースさんってこう大人な余裕があるよう なんか楽曲が多いと思うんですけど、はい、そういうのもこうオフショット見てメイキングで見えるけど、その裏でこうわーって遊んでるのとか、はい、なんて愛おしいんだろうって思って、すごい素敵な一面をたくさん見れたなと思いました。はい、以上ジュースジュースプライドブライトミュージックビデオ撮影メイキングでした。ジュースジュースプライドブライト Now on sale。 あまり無理せず自分を大切にね。続いてはこちらです。アンジュルム愛のけだものボーカルレコーディング。アンジュルムの最新シングルから愛のけだもの、竹内あかりのボーカルレコーディングの様子をご覧ください。はい、じゃあなんかわかんないところとかありますか？大丈夫です。よし、じゃあ撮っていきましょうかね。はい、じゃあまずエンブルいきます。はい、毒が好きってガラスの程度じゃないのところ。はい、はい、どこが好きって聞かれるけど、やっぱ結局は直感じゃない。三上は悩んで身を引けちゃうような恋ってその程度じゃない。はいはい、そういうことでございます。はい、一応一本撮ってきます。はい、どこが好きって聞かれるけど、やっぱ結局は直感じゃない。三上は悩んで身を引けちゃうような恋ってその程度じゃない。 OK、 はい、 We are GAO はこれ後でやるので、はい、愛するためのね、命かけてるかの方を先やっちゃってください。はい、おい、恋ってその程度じゃない、愛するためのライフ、命かけてるか、もう隠したりはしない君がターゲット。そんな生き様は美しいはずだ、きっと遠慮なんかしてらんない。ってことね。はい、君がターゲットの塔は結構と今がとーってしゃぶって言ってんけど、ターゲット、あ、そうそうそう、はい、はい、じゃあ僕行ってみよう。はい、こう言ってその程度じゃない、愛するためのライフ、命かけてるか、もう隠したりはしない君がターゲット。そんな生き様は美しいはずだ、きっと遠慮なんかしてらんない。うん、オッケー。はい、はい、そしたらビミュラいきます。はい、美しいはずだ、きっと遠慮なんかしてらんない。が弱き生き物と今
はい、OK。 はい、はい、じゃあサビ行きましょう。息遣い感じて目が合えば愛したりかかな私たち寂しがり繊細な男の子も愛したりにしてるの愛したり、うん、そうそうそう愛したり、うん、はい OK じゃあその感じで僕パツいきます。はい今すぐ飛び愛したり夢の私たち息遣い感じて目が合えば愛したりかかな私たち寂しがり繊細な男の子もはい、OK。 はい、じゃあ、相方行ってみようか。はい、はい、愛したり夢の私たちそもそも地球って弱肉強食息遣い感じて目が合えばほらもう放ってるや愛したりかかな私たち燃えるような出会いは絶滅寸前寂しがり繊細なめっちゃ守ってあげるよな。うん、そうそういうことね。はい、愛したら言うもの私たちと結構強くいけるやんここって。はい。で、その後そもそも地球ってちょっと低いところから入ってくるので、うん、その前歌ってた人に負けない感じで入ってこれるといいかな。はい。うん、もう一回やってみましょう。はい。愛したら言うもの。そもそも地球って弱肉強食息遣い感じて目が合えばほらもうハマってるや愛したりかかな私たち燃えるような出会いは絶滅寸前寂しがり繊細な男の子もめっちゃ守ってあげるよなはいはい OK。はい、ではその続きいっちゃいましょう。めっちゃ守ってあげるよな本当の強さ本気で感じてよ愛のけたものね覚悟しててということでございますがこれも、その前歌ってためっちゃ守ってあげるよなっていう歌ってる人がそのままのテンションで言ってほしいので、はい、もうちょい熱さがあるといいかな、はい、OK めっちゃ守ってあげるよな本当の強さ本気で感じてよ愛のけたものね覚悟しててはい、オッケー。はい。はい、じゃあ以上です。はい、ありがとうございました。ケイさんのボーカルレコーディング、すごかったね。すごいですね。もうなんか、あんなになんかさらっと終わることあるんだっていうか、なんて言うんだろう、なんかもう竹内さんが上手なのはめちゃくちゃ分かってたんですけど、すごいって思いました。すごいですね。言葉にならないです。どうだった？そうですね。うんなんか結構言葉数が多いっていうか、うんうんうん、結構リズムを立てないといけないのに、うん、言葉が詰まってるのがすごく難しそうだなと思って、うんうんうん、でもなんか本当字幕がいらないぐらい、ね、聞こえてくるよね言葉がはっきり聞き取れるのがすごいなと思って、うん、なんかビヨンズも結構言葉は数が多い、うんうんうん、曲が多いんですけどすごい意識するとリズムがだれるんですよ確かにはいはいはい難しいよねはいそこの両立がすごい難しいなと思ってたので、うん、もうすごかったですなんか改めて竹内さんってすごい先輩だなと感じました、はいはい、以上アンジュルム愛のけだもの竹内あかりのボーカルレコーディングでした。今日はゆっくり過ごそうよ。
アンジュルムの上国領萌とビヨンズシズニングスの里吉歌奈がお送りしているアプカミ。続いてはこちら、ビヨンズ夢さえ描けない夜空には合唱レコーディング。ビヨンズの最新シングルから夢さえ描けない夜空にはのビヨンズメンバーによるレコーディングをご覧ください。もしもし、はい、よろしくお願いします。お願いします。今日は合唱パートをちょっと撮っていきたいなと思うんですけど、はい、メインのお三方ですね、はいはいはい、歌割りも3人で一緒に歌うということになってます、はい、でまずは2箇所続けて撮るんですが、まずはそのイントロ部分ですね、はい、愛さえ歌えない、ここを撮ります。でイメージはもう合唱なんで、なんか高校のあの合唱の全国合唱コンクールに出るくらいの強豪校だと思っていただいて、美しいハーモニーを息ぴったりの3人でお届けしてほしいなと思います。はい、はい、愛さえ歌えない夜空にはさせないよ、君が君として生まれてきたことって素敵だよ。はい、バッチリです。でも息ぴったりですね。2番いきましょう、はい、ラララです。そうです、 2A の部分、ララ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 ラ、はい、OK です。もしもし、はい、はい、ということでリットのところですよね。テンポがだんだん遅くなる部分はちょっと僕の式に合わせるような感じで、はい、いきたいなと思います。オッケーです。はい。かわいい。なんかすごくかっこよくない？見て。かわいい。ね、思った。多分天然チークが入ってる。はい、1番、セカンドパート。一番難しいのが最後のリット。だんだんテンポ遅くなるところなんですよね。はい、ここのタイミングちょっと難しいと思うんですが、ピアノを、聞いて、タイミング取ってほしいなと思います。愛さえ歌えないさせない君として素敵だよ。はい、いけたかなと思います。はい、もしもし、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。1番の低音パートいきましょう。はい、好きなメロディー口ずさみながら歩こう、愛さえ歌えないさせない君としてはい、OK です。もしもし。はい。はい、お待たせしました。では、はい、高音チームの、はい、この3番目やりたいと思います。ジャンル的にはビッグバンドとかって言って。なので、さっきは合唱って感じでしたが、はい、ここは割とコーラス、ソウルフルな、うん、タイトな感じが出るといいなと思ってます。
い、オッケー。もしもし。はい。では、うん、3番目いくんですが、うんうんはい、これはですね、地声でいきましょう。はい。はい。惜しいですね。夢でもから行きましょう、はい、夢でもから最後まで、はい、はい。夢でも叶わない瞬間、うん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 、はい、いけたかなと思います。もしもし。はい、お待たせしました。低音チームですね。はい、非常に、フレーズ細かいところです。ここはどちらかというとバックコーラスと、うん、割と強めに出してください、はい、そして16ビートが入ってくるんでリズムもタイトにやってほしいなと思います。誰にも容赦ない、バッチリです。以上になります。はい、お疲れ様でした、はい、ありがとうございました。ボーカルレコーディング、はい、合唱を見ていただいたんですけれども、面白かったです。こんないろんなパートに分かれて、低音の時もあれば高音の時もあってみたいな、はい、すごい大変そうだね。そうですね、あのこの曲が今までになくやっぱ合唱パートもありますし、うん、ブラスバンドアレンジもあったりするので、うん、全体的にすごくこう層の厚い、そうだ、ね、はい、楽曲になっていて、うん、歌詞も相まってすごい温かみを目指して、はい、合唱パートを取ったので、はいはい、いや良かったです。この曲なんかあの日本武道館公演でも、はい、見たんですけど、すごい私涙が出たんですよ。でそのぐらいなんか素敵な曲だったので良かったです。嬉しいです。はい、以上、ビヨーンズ夢さえ描けない夜空には合唱レコーディングでした。夏のせいかしら、夢かしら、ちょっと情緒不安定の夏のニューシングル、ちょっと情緒不安定夏、7月26日発売。きっといいことあるよ。上國料萌と里吉宇多野がお送りしてきたアプカミ、お別れの時間となりました。さあ今回もいろいろな映像を見てきたんですけど、はい、うん、私里吉はですね、はい、ジュースジュースさんのプライドブライトの、メイキング映像を、はいはい、見ていて、もうワンフレーズごとにそう決まって撮ってたりとか、ね、そういうのもすごく印象に残りましたし、やっぱりジュースジュースさんのこうグループカラーがすごく出た MV だなっていうふうに思いました、うんうんうん、はい、私上國料はですね、やっぱビヨンズの合唱、はい、ボーカルレコーディング、はい、すごい、なんかこんなレコーディングの仕方あるんだというか、なんかビオの楽曲すごい大好きな曲多いので、嬉しいです。なんかすごい見れて本当に良かったなと思いました。アプカミではアップフロントグループに所属する様々なアーティストの制作の裏側に迫っていきます。普段見えない部分を紹介していきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。今回のアプカミ、お相手はアンジュルムの上國料萌とビヨンズシーズニングスの里吉宇多野でした。さよなら。次回のアプカミはジュースジュース、ファンキーフラッシン、ミュージックビデオ撮影メイキング、そしてアンジュルム同窓生のレコーディングの様子も公開予定です。お楽しみに。